OK クラスシリーズ第3戦第4戦は2019年6月1日土曜日、2日日曜日に埼玉県にある本庄サーキットで行われました。第3戦の本庄サーキットは四輪コースならではのロングストレート、そして屈指のハイスピードを誇るサーキットとなっております。毎年熱いバトルが繰り広げられるのですが、今年もトップ集団6、7台での目まぐるしい展開となりました。 OK クラス第3戦決勝、天候は晴れ、路面状況はドライコンディション、参加台数は29台、レースは25周です。6番手には4番クロックプロモーション三村壮太郎、以上がトップ6。さあ遅れていた阿部ヒカルなんですけど、止まっちゃったでしょうか。今姿が見えないですね。先ほど最終コーナーの方まで行ったのが見えたんですが、ピットに入ったという情報、阿部ヒカルがスタートを切れません。最終コーナーからもしこれがディレイになったら阿部ヒカル復帰することはできるんですが、さあどうでしょう。スタートはブラックアウトスタート、1コーナーに向かってなだれ込んでいく。1番インナー取ったのは大草陸、そこに後ろからスパーンとついていったのは三村壮太郎、一気にトップに浮上。三村壮太郎がトップだ。しかし大草がハードブレーキング、まだタイヤ温まってないのに大外まで行ったところ、三村はクロスを取っていきました。そして戻ってきた時にトップに立っているのは大草陸、山田入り1コーナーで入っていきます。ここからまだまだシーソーバトルですよ。さあ佐々木大輝が山田入りのイン側入る、山田入りはアウト側、引かない引かない、最終的にベテランの技が光る。さあ3コーナーのところで佐々木大輝インサイド、ここで13周終了。朝日さんも1コーナー入った。そして3コーナー大草陸インサイド飛び込む、これでまた後ろがついてくる。目を離すと一気に入れ替わりそう。また入っていきました。コーナー佐々木大輝、後ろから渡らいたいついていく、当たらないところが素晴らしいですね。一気に朝日さんも上がってきた。3コーナーの立ち上がりスピード乗せてきて3番手に浮上。最終コーナーから立ち上がり上位8台団子状態。1コーナー大草動かない、山田入りが動いた、渡来のイン側入った、山田入りが動きます。さあ佐々木大輝はもう大草届かないか、これは佐々木大輝抑える、後ろからなだれ込む、後ろからなだれ込んだ佐々木大輝はちょっと有利になった。大草がしかしスピード乗ってる、ロックアドゥー入った、大草陸入った。どうだ立ち上がり、ちょっと苦しい、ちょっと苦しい、そしてフロントがちょっと当たったか、山田入りがごったんだ。最終コーナー9コーナーから立ち上がって、どう誰が来るんだ、ホームストレート、佐々木大輝、2番手山田入り、3番手大草陸。まずは見事鈴鹿から2連勝となりました佐々木大輝選手、おめでとうございます。まあ、調子はずっと悪かったんで、まあ、その中でもすごいチームが頑張ってくれて、まあ、本当みんなで一緒に、まあ、いろんなことを試して、まあ、決勝でいい車を用意してくれたので、まあ、本当若い子みんな早いんで、もうバトルすごかったんですけど、最後自分がトップでチェックを受けててよかったと思います。はい、第3戦ではブリヂストンユーザーの佐々木大輝が今季2勝目を挙げましたが、第4戦ではダンロップユーザーたちの巻き返しがポイントとなりました。 OK クラス第4戦決勝、天候は曇り、路面状況はドライコンディション、参加台数は29台、レースは25周です。1番ポストのところ、1コーナーでは阿部ヒカルのマシンが排除されました。佐藤亮斗は
後ろにつけたでしょうか。もう一台押しがけになっているドライバーがいる。もう一台押しがけ、スタート切られた。1コーナーです。ああ、森山統制が吹けない、ちょっと遅れてしまいました。そして難しい1コーナーから2コーナー、トップで抜けてきたのは峯俊介、2番手に井本大が、3番手に朝日ターボだ。ダンロップどんだけ初動がいいのか。2番手はこれ孫うことなきカーナンバー21番井本大河です。スターティンググリッドは8番手。オープニングラップなんとダンロップの3台、みなぎと井本と朝日。さあ BS 勢が接触、あっ、そしてさらに朝日ターボも行き場がなくなって乗り上げた。2番手争い、4台が2コーナーをクリア。そして3コーナー一気に行くか。三村壮太郎入った。三村飛び込みます。三村壮太郎2番手入場。そして6では、ここはみんな見ていきます。簡単には無理無理には飛び込みません。帰ってきます。残り周回数6周。あー、そして1台止まってしまいました。7コーナー、このカラーリング朝日ターボ、朝日ターボ終了。なんと追い上げていたドライバーのうち朝日ターボだって狙えていた1人なんですが、ここで終了。残り周回数は3周。ホームストレート、さあいよいよ水の攻撃が動く。1コーナー、これは問題なく入っていった。残り3周でトップとセカンドタイムギャップは1秒1。後ろからしかし渡来が佐々木大輝に若々しく突っ込んでいきます。これは分からなくなってきた。帰ってくると残り周回数1周。最終コーナーから立ち上がってくる稲城、逃げ切りまであと1周。そして1コーナー3ワイド、三村壮太郎突っ込んでいく。バタライト若干絡んで抜けてきたのは佐々木大輝。そしてそのまま3コーナーだ。佐々木はもう守りまくり、クロスラインでバタライが立ち上がった。後ろからおーっと、なんか妹大河も来たし、三村壮太郎も3番手入場。トップ2はそのまま、3番手争いは最後まで分からない。9コーナーはどうだ。そのまま立ち上がってきます。そしてトップチェッカー三奈木、2番手に水野、3番手に三村壮太郎。立てと、そしてメダルからの授与でございます。おめでとうございます。三奈木選手、ついに取りました。ついにやりました。さあ、このダンロップの帽子にもメダルがかかりました。はい、おめでとうございます。ダンロップ勢の初動が良くて、それが少し有利に働いたのがやっぱ結果につながった要因なんですけども、他にもレース展開であったりだとか、やっぱいろんな部分で助けられたところがあって、なんとか優勝にこぎつけられた部分はあると思います。もちろんやっぱ嬉しいって気持ちがやっぱ最初入れてきて、それと同時に、ここまで支えてくださった皆さんのおかげで、優勝できることができたので、それに対する感謝と、本当いろんな感情が込み上げてきました。稲野和美のワンポイント解説。私が実況の中で大きくドロップなどということがあります。このドロップとは単純に言うと順位を下げたということなんですが、大きくドロップという時にはチャンピオン争いから脱落してしまったとか、優勝争いから遠のいてしまったというような意味合いで使うこともあります。わかりましたか？